皆さんこんにちは、コバショーです。今回はですね、学校の先生が張り切りすぎてちょっと困ってしまうんですっていう話をしてみたいというふうに思います。今ですね、個別指導塾キャスター室では、夏に向けて、面談のシーズンになっております。うちの塾ではですね、年に何度か、保護者の方と、面談をさせていただいたり、場合によっては、三者面談を行わせていただいております。生徒さんの学習の進捗状況を、共有させていただいたり、あとはですね、長期休暇がある場合は、講習なんかがね入りますので、そうすると生徒さんに合わせてね、こういうことやった方がいいんじゃないですかみたいなご提案をさせていただいたりもします。そういったことで結構ね、今面談をまさにやっているシーズンなんですけれども、その中でですね、最近結構うちの塾で多くなった質問というかご相談ですね、これについて扱ってみたいと思ってて、それがまさに今日のテーマなんですけれども、結構うちの塾だとですね、首都圏の進学校に通っている先生さんも当然いらっしゃいますし、地方からね、こう受講していただいている方もいらっしゃいますが、やっぱりですね、ここ地方の進学校とかに通っていてもですね、その中で、周りにね、こう正直かなりハイレベルにこう先取りをしたりとか、なんていうんですかね、こう勉強する環境がなくて、うちのオンライン指導を受けてくださっているという生徒さんが、結構いらっしゃるんですね。もちろん別にうちは学力でボーダーを引いてないので、基礎からやり直すって生徒さんもいらっしゃるんですけれども、そういうかなり、学習が進んでいる生徒さんもいらっしゃいます。そういう生徒さんだと、正直例えば中学生なんだけれども、もう高校の範囲にね、例えば1個の科目は入っていたりとか、もしくは高校生なんだけどもうね、高2高3の範囲を勉強していたりとか、かなり先取りを進めているという生徒さんがいらっしゃるんですが、そういう生徒さんだと、結構ね、学校のテストとかを受けても学年でこう圧倒的なトップだったりとかするわけですね。でもちろんそのご本人とか保護者の方もそれでなんか天狗になっているわけじゃなくて、それぐらいね、取れて当然であって、もっとね、例えばゆくゆくは東大受けたいとか、国立の医学部行きたいとか、そういったね、かなりこうハイレベルな希望を持ってらっしゃるので、じゃあこのペースでね勉強しましょうみたいなことを毎回毎回話すんですが、結構そういう生徒さんだとですね、学校からいい意味で目をつけられてしまうってことがあるんですね。つい先日もね、面談で、いくつかね、もう僕自体も相談を受けたし、これまでも、いくつか受けてきたんですけれども、学校の先生がですね、その生徒さん、仮にですけれども、A さんとか B さんとか、そういう生徒さんに対して、頑張ってね、勉強をしなさいと励ましてくれることはいいんだけれども、それをですね、学校の先生方が、我々が A さん、B さんを受からせてあげるよというふうに言ってしまうということがちょこちょこ発生しています。で、やっぱりこう成績がいい子に対して学校の先生が目をかけてくださったりとかするのは、すごいいいことだと思うんですけれども、もともとですね、結構地方のそういう進学に学校としては力を入れてるんだけれども、ただ例えばそのなんか東大がバシバシ出るとかそういうところじゃない学校さんだと、いわゆる言葉は悪いんですけど、こう自称進学校みたいな風潮がなくはないわけですね。そうすると普段も、結構課題が結構多かったりとか、宿題が結構出たりとか、そういう中で、うちの塾に通ってる生徒さんは、宿題をね、うまく、こなしながら、うちのね、勉強、つまり受験勉強ですね、そこにも励んでくださってるんですよ。ただ結構学校の先生がそうやって目をかけてしまった時に、それでね、温かく見守ってくれたりとか、アドバイスをね、してくださったりとか、そういう先生もいらっしゃって、本当にありがたいなと思うんですけれども、結構学校さんとか先生方によってはですね、もう俺が東大に受からせてやるとか、俺が国立医学部に入れてやるみたいなことを、ちょっと、考えてしまう先生がいらっしゃるんですよね。で、もちろんその学校の先生からすればですね、そのね、塾なんか関係ないとね、我々がこの生徒さん目の前のね、A さんなり B さんなり C さんなりを受からせていくんだという情熱を持ってらっしゃるということは、めちゃくちゃ素晴らしいんですけれども、ただ、そこでですね、その特定の生徒さんにだけ特別な課題を出してしまうっていうことが、結構あるんですね。で、もちろんね、僕はね、塾をやってるんで、その、言い方悪いですけど、学校の勉強よりも、塾の勉強というか、その、先取り学習をどんどんやって、受験勉強に備えていこうねっていうスタンスなんです。なので、僕が一方的に学校の先生の出す課題とかをけなすのは、おかしいのかもしれないんですけど、ただ、やっぱり学校であれば、やっぱりみんな一律で勉強するというのが学校ですから、もちろん、もともとクラスが違っててね、理系クラスと文系クラスで、やってることが違うとか、例えば特進クラスと普通クラスみたいなのがあって、そこでやってることが違うっていうのは、これはまあ仕方ないと思うんですけれども、ただですね、この特定の生徒さん1人2人だけ特別な宿題を出してそれをやらせるっていうのは、これはちょっと僕はどうなのかなっていうふうに感じます。もちろん生徒さんがそれを望んでいて、結構ですね、そうやって学校の先生にいろいろ質問したりとか、学校の先生のアドバイスを受けながら勉強したいという方もいるでしょうし、当然ね、塾に通えないという人もいて、そういう方にとってはね、そういう課題の出され方が、結構その自分の受験勉強に役立つっていう可能性もあるので、全面的に否定してるわけじゃないんですけれども、本人が望んでいない場合ですよね。
本人は正直学校の先生が出す宿題すらちょっと先取りとしては遅いからもっと前に前に進みたいと思っているんだけれども、結構学校の先生からするとまあ多分このぐらいだろうという、まあ、あの言い方悪いけれども、あまりこう生徒さんの先取り状況をまあ綿密に判断しないで宿題を出してしまったりとか、これやっときなって課題を出しちゃうんで、いやもう私そこの先取りの部分終わってるんだけどとか、いやその問題集と同じぐらいのレベルの別の問題集はもう実はもう半年前とか3ヶ月前にもうとっくに終わってるんだけどみたいな、結構そういうことがですね発生してしまうんですね。でやっぱりそれはなんか僕は良くないことなのかなと思っていて、やっぱりその生徒さんそれぞれとちゃんと話をして、あとご家庭ですね、望んでいるものをやっぱり提供していかなければいけないんじゃないかなっていうふうに思います。もちろん学校さんなんでね、あの一人の先生が担任っていう考え方だけでも生徒さんを数十人見ているわけですし、なかなかねあの大変な中であのそういったプラスアルファの活動されようというその志は本当に素晴らしいなと思うんですけれども、まあ、ただですね、どうしてもあの生徒さんの状況を把握できてないと、その、まあ、言ってしまうと無駄な宿題を出してしまうってことが結構往々にしてあると思うんですよ。ただ、まあ、無駄な宿題といっても、例えばそのクラス全体でね、もうこれをやっていくんだとか、ね、学校の進路として今これを勉強していくんだから今この課題を出すよねってものは、まあ、正直ですね、僕も仕方ない部分はあると思います。もちろんメインチャンネルとかサブチャンネルで、明らかにね、この宿題は理不尽だよねとかそういうものもあるんで、まあ、そういったものはちょっと僕は批判している部分もあるけど、まあ、一般的にね、例えば問題集と言って、まあ、丸付け自分でね丸付けして復習してやってきてねとかね、例えばこう英単語だったらこの辺からこの辺まで覚えてきてねとか、まあ、そういうのはね学校の勉強として当然こうやってしかるべきことなので、別にそういうことをね出していること自体を僕は否定してるわけじゃないんです。ただ個人に特別にね、その要は普通の他の子にやらせているのとは全く別の状態で何かプラスアルファで課題を出そうというのであれば、まあ、本当にその課題を出して大丈夫なのかとか、もしくはそのご本人やご家庭というのはそういったものを望んでいるのか、そういったものをですねきちんと、まあ、ヒアリングするなり話したりコミュニケーションを取った上でやらないといけないのかなっていうふうに思いますね。結構学校さんなんかだとそういうふうにね特別の生徒さんだけ、居残りでね授業をさせたりとか、プラスアルファの宿題課題を出したりとか、まあ、そういうことが、まあ、結構存在するようなんです。まあ、僕もねそんな何百人何千人っていう風な相談を受けてるわけじゃないので一律どうだってことは言えないんだけれども、でもやっぱりそういうところをご本人や保護者の方のお話を聞いているとやっぱり望んでいないケースっていうのも、まあ、かなり多いですね。まあ、特にうちの場合は、まあ、塾にそもそも通ってくださっている生徒さんなので、塾に通っていない方と比べると、まあ、塾側というか別にうちが出している勉強が正しいというよりも、うちはその生徒さんに合わせてそのペースを作って先取りをしていただいているので、まあ、当然そっちの方がこう受験にとってこう意味があるというふうに、まあ、保護者なり生徒さんなり感じられているということなんだと思うんですけども、まあ、ちょっとそこがね最近結構出てきたなっていうふうに思う課題なんです。課題というか、まあ、悩みというか結構いただく悩みなんですね。で結構ねやっぱり塾サイドの人間としては、じゃあ学校に対してね直接何か物申して何かでやるってことは当然できないことなので、やっぱりなるべくねこうご相談にこう乗らせていただいたりとか、まあ、保護者の方に、まあ、何かできそうであればねアドバイスをさせていただいたりということは、まあ、結構密にねやらせていただいているんですけれども、まあ、ただですねやっぱどうしてもその学校の先生方って立場的にちょっとこうなんか上ですよね。うん、なんかまあこれは日本独特なのか、まあ、全世界共通なのかわからないけど、やっぱりちょっと学校の先生のポジショニングって、まあ、塾もそうかもしれないけどちょっとこう立ち位置としてこう生徒さんとかご家庭よりちょっとこう上のこうなんていうかな目線というかで結構こうなんかポジショニングを取るということが結構あると思っていて、まあ、そういうなんかこう立ち位置みたいなものでやっぱりこう先生方の意識のどこかに、まあ、自分が言ったことが正解だ、自分が言ったことを生徒さんとかご家庭はやって当たり前みたいな、まあ、そういうなんかこう、うん、思い込みというか、まあ、やっぱ長年やっているからこそなのかもしれないですけど、まあ、ちょっと、うん、考え違いをされているってこともあるんじゃないかなというふうに思ったんですね。なので、まあ、結構そういった時にやっぱり大事なポイントは保護者の方がきちんとコミュニケーションを先生方と取っていただくことだと思います。結構僕が見てきた事例でも、まあ、保護者とか、まあ、周りの人はねその生徒さんにいやそんなね学校の無駄な課題なんてやめさせてもらいなさいっていうふうに言うと、で本人は誰も先生に、まあ、こういうふうにね自分はやっていきたいんでちょっとプラスアルファのやつはやめてくださいと、みんなと同じにしてくださいって言っても先生は何言ってんだお前は東大に受かるんだろうみたいな感じでまた逆に言い返されちゃって、でなるとやっぱりこう生徒さんがジレンマというか、まあ、板挟みになっちゃうんですよね。でも一番大事なのって生徒さんの意思じゃないですか。やっぱり本当に自分で勉強一生懸命やるのも
生徒さんご本人だし、自分で実際に受験会場に行って、で、受験をね、受けてくるっていうのもご本人なわけで、一番大事なのが、ご本人の考え方、ご本人がやりたいこと、ご本人が目指すべきところをみんなでサポートすることが大事なのにもかかわらず、その周りの人の意見をね、ご本人にぶつけて、生徒さんにぶつけて、先生方も自分の考えを生徒さんにぶつけて、ってなると、結構これ本末転倒な状況なんですよね。なので、もしね、そういう状況があるご家庭の方がいらっしゃったら、やっぱり僕がまずアドバイスさせていただくこととして、先生とね、きちんと保護者の方でちょっとコミュニケーションいただくのが大事かなというふうに思います。まあ最近はね、結構その社会なんだかな、問題というか、の一つにもなっていて、まあモンスターペアレンツなんてね、いう言葉もあります。まあちょっと昔からね、モンスターペアレンツって言葉ありますけど、やっぱりこう学校に対してこう保護者の方が文句を言いに行ってね、ガミ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 対応させられるみたいなのが結構まああるというふうに言われますが、まあそういったこともあってね、結構その保護者の方自体があんまりね、学校に物申すのは良くないのかなっていう風潮も、まああるんですけれども、ただやっぱりね、その、おかしいなことには、まあおかしいというふうに、声を上げていくことは、まあ僕は必要なのかなっていうふうに思うんですね。うん、もちろんその、モンスターペアレンツみたいな、正直ね、先生方に非はないのにもかかわらず、結構文句を言ってしまったりとかね、こうちょっと社会常識のない保護者の方が存在するというのも、まあ報道を見ていると事実なんでしょうが、ただやっぱりですね、先生側が、にね、問題があるということも当然あるんですよ。これってどんな時でもそうで、例えば学校っていう組織で一括りにするから、なんか、ね、みんなね、同じような組織が全国に点在してて、同じような教育が行われているっていうふうに勘違いしてしまいますけど、決してそんなことはないわけですね。それぞれの学校、すべての学校一つ一つに個性があって、通っている先生、通っている生徒さん、そして教えている先生にも、皆さん個性があるので、あらゆる状況というのがあると思います。で、その時に、やっぱりこう、生徒さんはね、まだまだあくまで未成年だし、まあ、10代で若いわけで、先生にうまく話せるわけでもないし、っていう中で、やっぱり場合によっては保護者の方がサポートしてあげることも必要だと思いますね。うん、ただその前提としてその保護者の方の意思をただ先生にぶつけるんじゃなくて、やっぱり生徒さんがどうしたいのかっていうのを、まあ、普段からねお家庭の中でお話をいただいた上で、サポートをしてあげるのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、というわけでですね、結構そういう話が最近あったよということで、動画にさせていただきました。またね、まあ、面談なんかで出てきた、まあ、お悩みのこともそうなんですけれども、皆さんからねコメント欄等でいただいたことも拾い上げて動画にしていきたいと思いますので、もしよろしければコメントください。それでは本日動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。